はい、どうも皆さん、おはようございます。こんにちは、こんばんは。クソレッキ製造工場へようこそ。工場長のリュウです。さあ、本日なんですが、スペシャルレギュレーションデュエルというね、まあ、タイムトラベル2004、2004年環境の、カードで戦いましょうみたいなイベントが、まあ、スターデュエルに来てまして、まあ、これ04環境的なね、あの感じのイベントになってましてね、ぜひね、皆さんも、まあ、古代遊戯王が好きな方はね、遊んでみていただければなと思うんですが、これまあ、この環境の2004年の環境、どういう環境かというと、もう僕多分小学校、高学年とか、そのぐらいだったと思うんですけども、まあ、レンタルデッキ3つありまして、まあ、ホルス、オフレホルスとかね、あとなんかサンドラ融合ビートみたいな、変異ビーとか、であるとか、それからまあ、この除去ガジェみたいな、まあ、こういうね、デッキが、まあ、レンタルデッキにあると、除去ガジェとかめっちゃ強い気がするけどな。はい。で、私がね、まあ、何を持ってきたかと、じゃあ、リュウさん、あなたは何を持ってきたんですかと、レンタルデッキ使ってるわけないですよね、というところで、私が持ってきたデッキ、外役、ロックバーンです。ゴミみたいなデッキをね、持ってきました。これ、どういう、まあ、デッキかと、申し上げますと、基本的には闇マリクですね。やってること闇マリクです。相手の攻撃とかを、まあ、ロックカードでロックして、まあ、霊言ベル制限 B チックでやるとか、グラビティバインドとか、この拷問車輪みたいなカードでロックして、ほんで、仕込みマシンガン、自業自得、停戦協定、破壊輪、波動キャノンあたりで、まあ、バーンしていく。まあ、モンスターでもバーンがあって、デスコアラとか、ステルスバードであるとか、まあ、マシュマロみたいな。まあ、こういう、まあ、マシュマロめっちゃ最強だからね。戦闘で破壊されなくて、1000ダメージだから最強なんだけど。まあ、この辺のカードを使って、まあ、バーンダメージを与えて、相手のライフをゴリゴリに削り取っていくというデッキですね。はい。まあ、当時の採用されていたカードを、まあ、ある程度、採用してきたつもりなんですが、ちょっと制限カードとかがね、ありまして、まあ、まあ、再現とはいきませんけれども、まあ、大体こんな感じだったと思います。はい。で、まあ、なんか、1枚だけ使える強欲な壺ありますんでね、これも使っていこうかなと思ってますが、強欲な壺を引いたもん勝ちゲーっていうところは正直若干否めません。マジで。このカード引いたもん勝ちみたいなのがあります。はい。というわけで、相手のライフをラバゴーレムの、拷問したりの最強コンボによって削り取っていきましょう。デュエル、スタンバイ。俺何歳だったんだろう ?1989 年だろう ?15 歳とかなのかな ?2004 年って。まあ、遊戯をやってたような記憶はあるけど、なんか、あんまり詳しくは覚えてねえな。ああ、まあ、とりあえず一回これさ、エンドするか。大嵐がね、あ、でも神線あるからこれ全部捨ててよかった。大嵐が一応生きてるんで、マジで大嵐ここから撃たれるとほんまにやばいんですけど、神線あったんで、あ、サイクロンか。まあ、サイクロンはいいよ。サイクロンは、はい、チェーンしまーす。仕込みマシンガンでーす。はい、チェーンしまーす。残念でした。外れでしたね、3分の1。まあ、あれだな、強いカード捨てなくてよかったと思う、これは。あかん!いや、あかんけど、これに使うの俺。いや、でも神線割られるくらいだったら使うよな、これ。やべ、破壊に捨てとけばよかった、最悪。最悪。うわ、最悪なんだけど、マジ、これに使うの俺。勇気を下手すぎない。いや、勇気を下手すぎた。やばい、ちょっと破壊に捨てとけばよかった、最悪だ。やばい。なんか2枚、危ない。2枚のカードでめちゃくちゃカード使わされたぜ。なるほど。モンスターいねえから、いや、これさすがにまだ早いな。これモンスターいねえから一応ダイレクトしに行くか、まあ、ダメージ取れるときに取っといた方がいいよな。いやマジで神戦とかいうカードなんかブレイカーで踏まれたのマジでプレイング下手すぎるわ。さすがにやばいです。はい、皆さんは神戦捨てましょうといったところですね。はい、デスコアラのダイなんか攻撃反応じゃない、リアクティブアーマーかな、リアクティブアーマーだあれ多分。ジジイカードすぎて誰も気がしない。まあ、聖なるバリアミラーフォースとか使えるのかちょっとわかんないけど、ミラーフォース系とか、なんかマジックシリンダーとかそっち系か。ターンバリ短い。ターンバリ短いがびっくりした。あまりにターン短くてわかる、笑うこれは。さすがに。ステカードはマジで怖えんだよなぁ。拷問車輪来すぎだろ。拷問車輪来すぎじゃね、まあ、これ横にするわ。一応自業自得セットしてエンドするか。ちょっとね、大嵐がね、マジでね、ケアできないんですよ。大嵐は神戦とかマジックジャマーとかするしかないんですけど、
紙線、あのあまりにもプレイングがゴミすぎて、あの紙線を魔導戦士ブレイ、あ、サイクロンはいいか、サイクロンはいいわ、まあまあ言うて強いけど、まあいいわ、サイクロンでサイクロン割ってくんねえかな、サイクロンでサイクロン割ってくれ、頼む、サイクロンでサイクロン、あーマジやった、サイクロンでサイクロン割る最強のアドソンムーブ来た、相手これは、これは俺がサイクロンをつかなかったのが生きたか、きたー、神ゲーをきたー、サイクロンでサイクロン割る行為ね、世界一弱いんでね、マジでサイクロンにサイクロンだけ当てなくていいですよ、本当にこれやっちゃうとマジで負けるんで、えっ、あーエンジェルナイトパーシャス来た、エンジェルナイトパーシャス様いいか、エンジェルナイトパーシャス様いいや、まあ、拷問車輪でも破壊輪でも一応使えるんで、バトルフェーズ、なるほど、アドバンス召喚したから、まあさすがに拷問車輪でいいかな、てか伏せカード3枚あるのにアドバンス召喚でエンジェルナイトパーシャス出すの裏目でかすぎない、相手もなんか割と怪しいぞブリングお互いあれか、2004年大して遊戯王やってなかったタイプの人間か、遊戯王で、ね、2004年当時やってた人とね遊戯王したことを、まあ何回もあるんですけど僕、まあ主にはあのサンダー&カードホビーチャンネルっていう人なんですけど、あの人ね04環境上手すぎてマジ勝てねえマジで、あの時ゴリゴリにやってたから、あの人マジでうめえ、あーちょっと待って、あーこれマジックジャマーはさすがに強い、これこれでもう大嵐ケアできてるからもうさすがに大丈夫なんじゃない、さすがにで、サイクでサイク割る、圧倒的アドソンムーブをかませることができたんで、私これは来た、どうしたジョーロウチ、そんあーライトニングボルテックス、お別にいいよ、あーご自由にどうぞモンスターしょられたぐらいで別に何も起きないから、だるい、まあ、だるいけど、まあ言うてか、言うて、まあ 1500B とか 1500B と、まあ破壊輪使うかな、破壊輪使う、自業自得チェーン破壊輪かな、自己、あ、破壊輪使うチェーン自業自得、ここでチェーンで1000ダメージ&1500 ダメージ、2500、あと1500ね、はいはい、1500、あと1500ダメージですね、はい、やりました、ということは、まあ、500で500だから、まあ言うて多分あと手札2枚でしょ、なんとかなるんじゃね、うわ伏せカード怖え、伏せカード怖すぎてやばい、これでグラビティバインドとか引いてば、イナゴの軍勢、なるほど、まあ悪くはない、悪くはない、悪くないだろ、拷問車輪の効果、拷問車輪の効果、イナゴの軍勢はちなみにあの毎ターン毎ターンサイクロン打てるみたいな効果です、判定召喚するとね、でイナゴの軍勢セットして、まあちょっとできればっすけどマシュマロンとかよかったっすね、マシュマロン、いやマシュマロン微妙か、あのあれだな、ステルスバードとかよかったっすね、はい、ステルスバードだったら勝っちゃったか、ワンチャン何されても多分結構、はい、ストマフェーズメインフェーズ落ち、オッケー、オッケー、さあ手札2枚、おお強い、レイハゲ、レイメン術師回復きた、ハゲきた、ハゲからのそのくせカードマジ怖いんだけど、何、ちょやめてください、やめろジョーロジ、やめろジョーロジ、落ち着けよ、もうちょっと、なに、え、マジマジ何やんの、あんま強くね、それその動きあんま強くねだったらイナゴの軍勢が弱え、イナゴの軍勢がガチで弱え、拷問車に発動します、ちょっと攻撃しないでください、はいはい、スタンバイフェイズ、俺のスタンバイフェイズ、強引かと、おっせえバカ、おっせえバカ、拷問車輪の効果500%、拷問車輪の効果500%気持ちいいぜ、いや神戦来すぎだけど、まあ言うて強いか、先行欲しかったら神戦、神戦はねさすがに強いのよね、デスコアラサイクロン、神戦、神戦、拷問シャリ、いまいち、グワーゲ出た、最強デッキ来た、最強デッキ来た、レッドガジェット、グリーンガジェット、除去ガジェですね、これね、はい、除去ガジェマジ強いんだよな、なんかさ、普通にさ、あの、手札増えながらさ、手札コスト要求 しながら強いカード打ってくるんだよ、なんかさ、サンダーブレイクとか、あの辺ですね、はい、まあ、どっちかっていうとデスコアラの方が守備力高いから、こっちかな、で、まあ、サイクロンセットして、でさ、もうサモを一番最初にセットしたカード強いですよみたいな顔して、まあ、これ多分ね大嵐されても、まあ一応神戦があるしので、まあ、一応切り耐えてる、まあ、ただ神戦にはいらないんだよな、守りたいトラップも今あんまりんだよな、そんなに
なんでまあ結構アドバンス召喚とかしてきたら、ちょ何入る、おいやめろって、いやーでもここに打つの意味わかんないよな。ちょっとまあ打ってもよかったかもしれないけどね、2枚ドローマジやべ、それ引いたもん勝ちなんやって、そのカード、アドバンス召喚何それ、あー無理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 、全然無理、それ全然無理、ブローバックドラゴンとかいう一生アドバンテージ稼がれるカード、これリビングデッドの呼び声って言われたら死ぬ。あーでも最後なんか危ないマジでやばい、ブローバックはほんまにやばい、ブローバックドラゴンはガチでやばい。じゃあ毎回毎回ね、アドバンテージ稼いできてもガチで終わるんで、ブローバックだけは許しちゃいけないですね、このデッキ。はい、まあ永続トラップとか永続魔法みたいなカード多いんで、マシバーのセットするかどうかだなこれ。ちなみにこのカード、あ、じゃあこのカード、この環境をケアしなきゃいけないカードめっちゃ多くて、例えば激流層とかね、激流層マジでね食らうとこっちモンスターいっぱいいた時マジでやばいんだよね。あとトークンみたいなカードあるんだけど、お邪魔塗料とかあれも全部ぶっ放されるから、マジで激流層だけは本当にケアしなきゃいけなくて、まあ、ケア しなきゃいけないって言ったって、まあ、そんなにケアする方法ないんだけど。うわ最強カード来た、同族感染ウイルス、まあいいか、同族感染ウイルスはまあいい、毎回毎回召喚傷したら意味ねえからな。では殴ってきます。まあ、どっちでも破壊はできないから、まあ言うていいだろう。まあ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 、デスコアラのリバースが入る、よしいいぞ、リバース効果、てめえのライフ、手札かける400ポイントダメージをお前に与えるぜ。これマジで強えな、道徳感染ウイルス、これマジで強えわ、これ手札コスト無限だもんな、実質このデッキやばい。ちょっと道徳感染ウイルスが強すぎる件について手札を一枚してね、出力を宣言し、デスコアラがぶち殺される。まあ守備力高いからね、デスコアラ君、まあいいでしょう。まあただちょっと使うの早い気もするけど、まあいいか、はい、まあいいだろう、まあそのぐらい許したらよし、エンドフェイズいいだろう。2体出してくれたら溶岩魔人があるかな、ステルスバード、ちょっと遅いかな。まあさっき来てほしかったけど、まあいいや、まあさっきっていうか1ターン目かに来てほしかった感はあるけどね。ステルスバードマジで初手で引いた時結構強いからね、毎ターン毎ターン1000バー入るから、はい、さあどうする。あーまあまあまあ、そうだよね、レッドガジェットの召喚ゲーで、レッドの交換によってまたイエローが持ってこられて、いやこのデッキクソ強えな。サンダーブレイクとかさすがに1枚ぐらいあるでしょ、なんかめちゃくちゃ積まれてたんだよね。あーそこで使うんだ、おーなるほど、へえー、あー動いてくる、なるほど、あーでもうざいね普通に、なるほどやるやん。まあステルスロック&ロックバードちゃんはまあ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 、まあ、言うていいでしょう、はい。まあマシュマロなんですけどね、僕のセットカード、はい戦闘では破壊されません。ということで、同族感染ウイルスの効果を使うしかない、突破するんだったらな。いやでも同族感染ウイルスマジ強えな、あいつ神聖、うわ軸だけ強い、軸だけ強い、まあ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 いいか、まあいいでしょう。まあ溶岩魔人がいるからね俺には貴様のフィールドのモンスター2体の魂をリリースし、貴様のフィールドに現れるのさ、入れよ溶岩魔人、いやーラバーゴーレム闇マリクのモノマネ似てなさすぎというところに定評がありますんでね、ちょっとご容赦ください。まあ、とりあえずこれで1000番確定ね、はい、スタンバイフェーズ、溶岩魔人ラバーゴーレムは貴様のライフを焼くぞ、スタンバイフェーズごとになって言ってるけど、まあ言うて伏せカードサマルでまあまあ怖いっす。でイエローガジェット、はい、まあまあまあイエローガジェットくらいはいいか、はい。でこれ1200はまあどうでもよくて、まあおじゃまトリオがあるのと拷問車輪があるんで、拷問車輪でラバゴの攻撃止める、でそこにサンダーブレイクって言ってきたら神戦すればいいんで、拷問車輪発動、貴様のラバゴないな、相手チェーンねえぞ、あれ攻撃反応じゃねえかってことは、多分これリアクティブアーマーの感じじゃない、なんかミラーフォースとかそっち系の。まあ俺一生攻撃する気ないから、まあ別にいいんですけどね、相手の捨てカードを全て無効化してるみたいなもんだから。あーかぶったの弱え、かぶったらマジ弱えな。拷問車輪の効果、てめえのライフを500ポイント焼くぞ、そしてお邪魔トリオを一応発動するか、お邪魔トリオの効果によりお前のフィールド上にトークン3体を製造するぜなんかチェーン渡ったな、なんだこのタイミングでチェーン渡ることある、ちょ分からん、まあ、とりあえずちょっとお邪魔トリオがかぶったのだけマジ弱いんですけど、まあここ自業自得とかあったんで最強だったんですけど、自業自得だったら勝ち場だったな普通に、5525、ああ勝ち場だったね、
自業自得だったらマジでここ噛み合わねえ。まあ、その戦略ビートはいいわ、戦略ビートも許すわ。でかい、入ってるか知らんけど一番気をつけなきゃいけないのはリミッター解除っていう作業かもね。リミッター解除でガジェットの打点上がるみたいなガチでやばいこと起きるから。ゴーボンチャリ最強。いやでも相手ささすがにサイクロンあったら俺打ってると思うんだよね。だからサイクロンはないとこでいい。多分サイクロンとかサンダーブレイクとかあったら打ってると思うんだよな、このゴーモンシャリンに。さすがに、いやむずいな、これ除去されたくねえけど多分サイクロンはねえ。殺人の竜巻とかもねえ。つまり俺のこのゴーモンシャリンは通ると思う、多分。さあどうするってことは、だからあの伏せカード3枚はどうでもいいカードだと、思うから。ってことはですよ、ってことはもうあとはあの最後に伏せた伏せカードだけ無効にすればいいんじゃないですか。バトルフェーズいいだろう。拷問車輪の効果、貴様のイエローガジェットは攻撃宣言することがで何神戦を神戦神戦を神戦つえ神戦を神戦つえバレーバカめ、貴様の神の宣告は無効になる。これで貴様の攻撃は止まる。ストップだ。どうした城の内、そんな程度か貴様。おっとどうした城の内、ドローだ。おーゴミ、拷問車輪の効果、拷問車輪の効果、対戦ありがとうございました。マジ、これだけまあまあ強くない普通に。あーなるほど、これマジで先行欲しかったな。でも強欲なツボ強えぞ、強欲なるツボはめちゃくちゃ強え。スタンマイフェイス、メインフェイス、オッケー。いやこれさ、相手のさデッキレンタルデッキしかいないのちょっとあんま面白くねえわやっぱり正直。うわ強いデッキきた、ホルスの黒炎竜レベル4きた。ホルスちゃん強い、まあでもホルスちゃんには相性いいんじゃねえのさすがに。そうねえから、なんか言うてトラップカード全部来そうだけど、あのデッキ。強欲なツボ発動、強欲なツボ発動してカードを2枚ドローさせてもらうぞ。よし、レベル制限ビーチクツえ。発動するか、サイクロンとかだったらまあここに打ってくれると思うんだよね。レベル制限 B 地区を発動するぞ。いいか、これなんか反応まあまあ強ない、これ結構除去れるけどね。まあちょっと除去、でも除去に弱いか、なんか大嵐とかそっち系発動されるとちょっときついな。デスコアラセット、まあ一応大嵐ケアで伏せカードちょっと少なめにしといた方が良さそうです気がしますね。一応まあちょっとお邪魔トリオスフリーチェーンで打てるんで、これとまあ一応こうかな。サイクロンとか割れた時のためにね。はい、さあどうす。あーうえお前やめろよ、ふざけんなよマジで、クソゲーなんだけどこれマジで。おいふざけんな、まっさそしおいふざけんなマジで。いやデスコアラ、俺のデスコアラか、俺のデスコアラか。うわあわあ、遅れは無理やて。いやでも言うて相手もあれだろ、レベル制限 B 地区超えられねえだろ。なるほどね。あ、大嵐とかサイクロンとか入ってもやばいね。大嵐サイクロン引かれたらやばい。まあじゃあ俺もサイクロン引くしかねえのか。でもサイクロン引くしかねえ、サイクロンかイナゴの軍勢か、サイクロンかイナゴの軍勢引いて遅れホルじゃねえ、遅れを処理するしか俺は道はねえ、残されてねえ。もうそれにはこのトラップカードを有効にするしかねえ。頼むマジで、デスティネドローだ。これはアティムの引きを使うしかねえ。スキル発動。お、ちょっと、おー、遅えな、お前何考えてんだ。あ、ガンナドラゴンか。まあ、それはどうでもいいだろう。ちなみに、全部守備表示なんで、レベル4以上のモンスターは。まあ、大体多分あのデッキ、レベル4以上しか入ってないから、まあ、多分このレベル制限 B 地区が、まあ、存在していれば大丈夫なんじゃないかなという気がしますけどね。はい。まあ、攻撃できないんでね。ブレイカーとか入ってそうなんだけどな、ちょっと見てなかったわ、相手のデッキ全然。あれ、多分レンダーデッキだろう。あ、ステルスバード強っ。え、最強やん、これ。レベル制限 B 地区とステルスバード勝てんじゃね？セット。これ勝ちだわ、勝った。これあとは一生ステルスバードをリバースし続けて8回リバースでも勝てる。まあリバースっていうか判定しようか、すれば勝てる。きた神ゲーセット。まあまあまあいいだろう、まあいいだろう。俺のターンドロー、レベル制限 B 地区。あーなるほど、まあサイクロン貼られた時のために一応レベル制限 B 地区もう一回発動しとくのは結構あるな。はい、裏側になりまして、いや1枚しか入ってない大嵐、そんな簡単引かんやろ。1枚しか入ってないからね大嵐。はい、
そんなね簡単に引かれたらこっちもたまったもんじゃないわけですよ。まあ、さっきは引いてなかったからな相手な。まあ、ディスニードローができたかどうかって話ですよね相手。さあこれでステルスガーバードを一生俺はリバースすることによって相手は完全に死ぬぞ。嘘でしょ。許されていいのかこんなことが。こんなことが許されていいのか。ああ嘘やろ嘘やろ。大嵐開始はやばくないですか。嘘やろ。これデストレートローってこと。これ今絶対トップ引きだよね。だってちょっと考えてたよね相手。おふざけんなよマジで。大嵐見えてる状態で何引きゃ勝てんねんこれこのデッキ。無理やろ。ふざけやがってふざけやがってくっちくっしょ。お前だけは絶対に許さないからな。でもナイス引きでした。